海兵衛星旅団よりも小さく、海兵隊遠征隊よりも大きい。他の日本語訳には、海兵機動展開旅団がある。海兵衛星旅団は、増強された、海兵隊不評連隊、海兵航空軍、戦闘支援連隊、そして司令部部隊より編成されている。指揮官は、通常海兵隊准将、総兵員は、編成によって変わるが、 約3000名から2万名で航空戦闘部隊を除けば陸軍の旅団戦闘団におおむね相当する。名部の特徴は諸兵化混成で独立して作戦行動が可能な規模の地上戦力と固定翼機、V、エストール機、回転翼機により前線防空から近接航空支援までを遂行できる航空戦力等統合、独立した。 作戦行動能力を有する戦闘単位として常設し、さらに独自の平坦部隊により30日間にわたっての戦闘継続を可能にしたことにある。これにより、メブは小規模ではあるが完全に自己完結した陸空の戦力を有することとなった。また、メブ司令部部隊はメフ司令部から要因増強を受けることにより統合任務軍の司令部機能を務める能力を 有している。メブは比較的大規模な部隊であるので機動性はメウに劣る。メウが遠征打撃軍の3隻の揚陸艦のみで展開可能であるのに対し、旅団の強襲部隊は海軍の療養艦船に20隻内し26隻に搭載され、また強襲第2弾部隊は11隻の一般船舶に分譲することとなっている。その一方、陸戦力は 比較的軽装備であるので、火力は陸軍の機構部隊には及ばない。また、その航空戦力は前線防空及び近接航空支援に重点を置いているため、制空や阻止攻撃については海軍航空隊や空軍の支援を必要とする。しかし一方、メブはこれらの重装備の部隊よりも、はるかに優れた戦略機動性を有しており、この特性を生かして、 紛争の初期に投入されたメウの増強部隊として、極めて重要な役割を担っている。1980年代には、6個のメブが、常設されていた。その後、海兵隊の体制の変更などにより、現在では、第1、第2、第3海兵衛星軍それぞれの励下に第1、第2、第3と1個ずつのメブが編成されるようになっている。このうち、日本に所在する、 第三海兵衛征星軍令下の第三海兵衛星旅団については司令部部隊のみが常設され各戦闘部隊については必要に応じて第三海兵士団など第上戦闘部隊はメブにおいては海兵連隊を中核とした諸兵か根成部隊連隊上陸団である一個不評連隊を基幹として戦車、対戦車、砲兵、軽装甲偵察 水陸両用教習、公兵の各部隊から編成されており、最大編成においては一万五千人の兵員を要する。詳細は、海兵隊航空団を参照航空戦闘部隊は、メブにおいては、海兵航空軍がこれに当てられている。揚陸艦より運用される、回転翼機 V、エストール機肉。また、地上部隊に対して、防空援護を提供するため、 MANPADS チームも編成されている。平坦戦闘部隊は単独での作戦に必要な、あらゆる平坦専門の部隊である。名部においては、戦闘平坦連隊がこれに当てられており、輸送、整備、建設公平、医療、歯科、その他の技術の専門技術を提供する。指揮部隊は、海兵遠征旅団司令官とその幕僚を含み、 他の三つの実戦部隊に対し命令と統制を行う。その中には海軍からの火力支援調整証拠偵察、監視、特殊通信、電子偵察、民事作戦に関する文献体が含まれる。ありがとうございます。